ボブル。ブルってます？ブルってますよ。中田翔はブルってんの？ブルってるよ。え、何？どんくらいブルってんの？毎日ブルってる。毎日ブルってんの？ブルってるよ。らしくねえじゃねえか。らしくねえじゃねえか。完全無料のスポーツアプリスポーツブル、スポブル。試合中もブルってんの？試合中ブルってない。試合中はブルってないんだ。試合中ブルってない。試合前は？試合前ブルってる。試合前はブルーんだ。かっこよ。スポブル。ブルってます？ブルってますよ。中田翔はブルってんの？ブルってるよ。え、何？どんくらいブルってんの？毎日ブルってる。毎日ブルってんの？ブルってるよ。試合中も？いや、試合中はブルってないけどね。かっこよ。本当試合中ブルってんじゃない？試合中ブルってないって、ブルったらダメじゃん普通に考えて。何のため口なの？はい、何のため口なの？さっきからそういう感じで来られると俺もブルっちゃうから。それ違う意味のブルってるんでしょ？うん、うんじゃないよ。翔やんがブルってる時に。翔やんってないねん。はい、翔やんってないねん。誰やねん。完全無料のスポーツアプリスポーツブル、スポブル。帰って、もう帰ってよ。本当にブルってるから。今機材早く、機材やって、今やってるから、今こっちやるから。どっちめっちゃタメ口やん、ほんまに。あああじゃないからね。スポブル。ブルってます？ブルってますよ。ブルってるんすね。ブルってますって。うわ、ブルってる。あの香川がブルってる。今ブルってるってことは次の試合の前も、まあブルるでしょう。ブルるんだ。シンジいつもブルってんじゃん。呼び捨てシンジってやめてもらっていいですか。完全無料のスポーツアプリスポーツブル、スポブル。シンジブルってる。いや、シンジって呼び捨てやめてもらっていいですか。はいはいはい。スポブル。ブルってます？ブルってますよ。ブルってるんすね。ブルってますって。うわ、ブルってる。あの香川がブルってる。え、どんな時ブルったりするの？いや、常にブルってますよ。あの香川が常にブルってる。いやいや、香川って呼び捨てやめてもらっていいですか。あ、ごめんごめんごめん。俺も今すげえブルってっから。ブルってますよ。だってシンジの前だからやっぱ緊張しちゃうもん。そんな呼び捨てシンジってやめてもらっていいですか。あ、そうか。今ブルってるってことは次の試合の前も、まあブルルでしょ。ブルルだ、はい、シンジすげえいつもブルってんじゃん。俺と一緒じゃん。一緒じゃないけどね。完全無料のスポーツアプリスポーツブル、スポブル。カタストロフ。あれ、今ドイツ語でブルってるって言ったでしょ。え、いやいや違います。帰ってもらっていいですか。帰りますよ。これ以上やめてください。これ以上は絶対ダメですもん。だってもう時間が制限されてるんだから。それはブルってる話。やめてください。シンジブルってる。いや、シンジって呼び捨てやめてもらっていいですか。はい、はいはい。スポブル。ブルってます？はい、ブルってますよ。ブルってますよね。はいはい。うわ、ブルってる。中田ブルってるわ。うん、ブルってるよ。どんくらいブルってんの？え、毎日。毎日ブルってんの？うん、え、てか誰なの？誰？マジ。はい、誰？いや、ブルってる。ロッカールームやで、ここ。いや、なんかブルってる中田撮ってくださいって言われたから今来たんです。え、ブルってる、ブルってる。うそ。うん、やば。え、なんでタメ口なん？え、誰？しかも、いや、一応ブルってるかどうかちょっと確認しに来たんで。え、ブルってるよ。だから、いや、一応笑顔でやっぱ接してほしいからブルってるってもさ。いやいや、いきなり、しかもカメラもいてるしさ。うん、じゃないよ。で、ただそのショウヤンがブルってる時に。ショウヤンってないの？はい、ショウヤンってないの？誰やねんそれ。で、中田の翔やんがブルってる。中田のもおかしいけどね、まず。まあ、ブルってるけども、はい、ブルってるのね。ブルってるよ。試合中とかもブルったりすんの？試合前とか後とか。試合前、試合後、うん、ブルってる。うわ、え、逆に野球以外でブルったりすることあんの？いや、だからブルってるって今も。うん、うわ、やっべ。ブルってるよ。
翔やんやべえわやっぱ。誰マジで。何何いきなり本当に。え何いきなり本当に。でブルってるとこ取りに今日来てるから、うん、そんなに怒ってもこっちだって仕事やってんだからこっちも。だからええは？何やねんいきなり。ガって来られてもこっちもブルっちゃうからそうやって言うと。圧が違う違うブル、まあ、ブル俺もブルってるけどね。そういう感じで来られると俺もブルっちゃうからそういう。それ違う意味のブルってるんでしょ。違うから意味が。何言ってんのマジで。なんだこれラチ開かねえよこれ。ラチは？ラチ開かねえよマジで。いや先生カメラもいきなり入ってきてロッカールームに。すいません誰よむしろまず。はい邪魔っすか。邪魔だよ帰った方がいい。帰った方がいいよマジで。本当はいや帰れよマジで。行ってほしくないですか。行ってほしくねえよブルってんだから今。ブルってますもんね。うんちょっと俺も圧やっぱありますやっぱちょっと。えブルってますやっぱそれで。ブルってるよブルってますよねやっぱね。うんこっちも圧ありますからね。カメラもいますし3人いますからね男が。ブルってますよねやっぱり。本当だよね、はい、ブルってるよ。えブルって、そういう意味ではブルってないけどね。いや今のちょっと甘がみのところやっぱブルってます。じゃあマジ何本当に。はい大事なんだから今ブルってんだからマジで、はい、試合前です。試合前だしさカメラもいきなり入ってきて。はいすいませんじゃあ行きます。うんブルってます。行けよ早く。ブルってんだ今。ブルってますもんね。うん早かったまあ関係ないっていう言い方をねしちゃったら誤解されるかもしれないですけど、まあ人は人で自分は自分だと思ってるし、まあ人がねなんて言おうかまあもちろんね、応援してくれるファンの皆さんもたくさんいますし、逆にね好きがっていう人もたくさんいますから、一回一回それを気にしてたらキリがないかなっていうような感じはしまあ昔からそういう気持ちは持ってましたけど、はい、もう昔からっすね僕は。うんまあ別に、うん、まあプロ野球選手としてはまあ中田翔を応援してくれる人たちのために頑張るみたいな、別に無理に応援してくれとは思わないし、うん、別にみんなに応援されたいっていう気持ちもないんだよね別に、うん、僕を応援したいって言ってくれてる人たちだけ応援してくださいみたいな分かりやすく言えばですよ、うん、でも別に無理に皆さん応援してくださいとも言わないし、そうも思ってもないし、うん、そういう感じは昔からありましたね。なんすかね、まあ最近では去年カープとの日本シリーズですか、目の前で大谷翔平が敬遠された時ですかね。ずっとこう僕ネクストサイクルでまあもう一球ピッチャーの投げる球を見てあ敬遠だっていうのはすぐ分かったので、もうそこからずっと僕下向いていろいろ考えてるふりをしてたんですけど、めっちゃブルってたし、いやね、それまではよっしゃやってやろうっていうのがあったんですけど、その大谷翔平に対しての1球目見た瞬間あ敬遠だっていうことがすぐ分かるじゃないですか。分かってから自分の中で明確に考えてたことが全部飛んだんですよね一回。それまで打席立つまではスライダーをこういう風に待ってこういう風に打ってとかで、カウント球でこの球を使ってくるだろうなとかっていうのがあったんですけど、その敬遠の1球目を見てそれが全部飛んで頭から、うわでそっから冷静になろう冷静になろうと思ってたのはあったっすけど、結果冷静になれず、もうとにかく来る球を振るしかないみたいな、まあ、そういう感じで打席には立ちましたけどね、うん。マジ帰ったと思った、うん、帰ったと思った。帰れよマジで。さすがにもう帰ります。これさすがに本当帰って、本当に帰りますよ試合前から。しつけからしつけマジで、うん、本当帰ってほしい。ここからはマジで帰る。もうあと
機材運ぶだけなんで、それだけです。あとだから早くもう本当運べよ機材を。本当それだけです。機材はもう全部運びます。今やってますから。やりながらやってますだから、こっちはブルってるとこも撮りながら機材も撮らなくていいよ。カメラも本当に集中してブルってるから、ブルってて集中もしてるから大変なんだから。そうなんだ。もう中田翔は大変。何時に終わる？え？何時に終わる？これ飯とかいいからもう。いやそっちのブルってるとこも、いやいやもうブルってるからもうブルブルさしてよ今は。え？集中してブルってんだから今。集中してブルってるから。もうだから忙しい。どう？忙しいから。今忙しい。機材早く。機材やって今やってるから今。こっちやるから。あのね、もともと僕してたんですけど、去年ぐらいから辞めましたね。はい。もう無で行こうっていう、うん、思ったようにやればいいと思うし、もう好き勝手やろうと思ってもう辞めましたね去年ぐらいから。うん。スポブル。ちょっと俳優さんの気持ちを味わえたんで、すごく面白い職業だなと思いました。はい、ブルってます？ブルってますよ。ブルってますね。ブルってますって。本当にブルってます？だからブルってるって言ってるじゃないですか。ブルってるんですね。はい。ブルってる、あの香川がブルってる。いやいや、香川って呼び捨てやめてもらっていいですか。じゃあ、あの先日の試合前あれ。もちろんブルってましたよ。ブルってたんですね、はい、やっぱりそうなんだ。え、じゃあ今ブルってるってことは次の試合の前もだから、まあブルるでしょう。ブルってるんですね。シンジはいつでもブルってるんですね。だから呼び捨てシンジってやめてもらっていいですか。すいません。せめて香川って言ってください。そしたらじゃあ香川常にブルってるってことでいいんですね。はい、そういうことです。そうですね、はい、やっぱりそうなんだ。いや僕もねすっごい今ブルってるんですよ。ブルってます。やっぱシンジの前に立てると思ったらもうすっごい緊張しちゃって。距離感近いっすだから。近いですか、はい、すいません。インタビューでしょ、はい、リスペクトしてください。選手に対して呼び捨てやめてください。失礼しました。香川シンジは常にブルってる。ブルってます。間違いないですね。間違いないです。ブルってますか。ブルってるって。ありがとうございます、はい。まだぶってます。カタストロフ。今ドイツ語でなんかブルってるとおっしゃってるんですか。いや違います。いや君はすごいなって言ったんですよ。ありがとうございます、はい、アブカガにすごいなって言われたらもうすごい嬉しいです。はい、実際にサッカーでああいうインタビューいたら、あもう仕方じゃないですかね。まあやっぱり自分の試合前のルーティンじゃないですけど、まあ気持ち含めて体含めて、まあ、準備していく段階でだんだんと試合にモードに入っていくのかなっていうスタイルですね。まあパンツとか試合の当日は同じパンツを履いたり、まあ、なんとも言えないですけど、ただやっぱメディアの持つ力であったり影響力っていうのはよりストレートにこっちは出るので、なのですごく、メディアの影響力はやはりすごく高いのかなと。そしてメディアを見る選手もやっぱり多いですし、意外とそういう、まあ、自分のコメントなのか自分の評価なのかっていうものはみんな試合前試合後であったりというのをチェックしたりするしてますね。まあ文化だと思うんですけど、結局はやっぱそれだけメディアの選手の見る目であったり、あとはメディアが伝える影響力、ファンであったり、そういうものがやはりこっちはキッカーであったりビルドっていうのはより強いので、まあそういう意味では選手もそれを見て育ってるっていうのもありますし、その影響力っていうのは理解してるんじゃないかなと思います。
最終予選もそうですね、やっぱこの前あった中でやはりいくら自分自身も経験をしてどんな舞台に立ったとしてもああいう戦いっていうのは誰もが緊張しますし、本当にすごいプレッシャーの中戦う分、誰もがねやっぱ試合前恐怖心を覚えたり、負けたらどうしようとかねいろいろ考えると思うんですけど、ただやはりそれをどう、そういうのも戦いでどうそういうプレッシャーと戦うかっていうのも僕自身もこのキャリアを通じてやっぱりここ数年でだいぶ勉強できて経験できたなと思ったんで、ただやっぱ一番大事なのはなんだろうな、まあどんな状況であれ自分のベストを尽くすこと、シンプルかもしれないですけど、こういう試合だからこういうことをしようとかそういうのではなくて、やっぱ日々の積み重ね、今回だったら 2,3 ヶ月イラク戦から時間があったわけで、それまでに十分にメンタリティだったり体の準備をする期間は十分あったわけで、試合前だけが決して準備ではなくて、やっぱ試合が決まってた分僕たちには十分な準備期間があったので、そういう意味ではメンタリティもともにねこの試合に勝つんだっていうのを 常々言い聞かせてきたんで、そして試合を迎える、まあ、それでもやっぱ緊張感はすごいあったんですけど、ただそれはもうどれだけ自分たちがやってきたかっていう自信と、まあ、それが一番大事なのかなと思ってたんで、なのでやっぱり若い選手には特に自分に自信を持って何も恐れることなく、自分のプレーをしろっていうのは、まあ、声をかけるようにはしましたけど。ふるった。まだいたんですか。はい。こんな直前でもやっぱりまだブルってるんですね。まだブルってますね、直前で。ブルってるをドイツ語で言うと。いや、わかんないです、ちょっと。ないんじゃないですかね。他の選手に聞いてみたらどうですか。もう試合前なんで、選手も集中してるから。ブルッタがドイツ語でいいんじゃないですかね、もう。いや、それは勝手に決めつけちゃまずい。まだブルってます。だからしつこいですよ、試合前なんで。でもやっぱりブルってます。ブルってます。ブルってる。